ジェイコブ・マスームによる彫刻に基づく、マーティン・ファーバーによる全部の肖像画、プラクティジックでランタミ・タンズのカバー全部製、レーワルデンの地図、1603年ヨハンセム、またヨハンセムは、オランダの地図作成家、エンジニア、土地鑑定士。彼の専門は、土地造成、建物や堤防、要塞築造と滝。1572年にフラネーカーでセムアイスブランツと、 クレソゲン・エイドリアンズの子に生まれた。セムズは愛称。セム・アイスブランツはライデン大学の学生で、家族はライデンのラング・フーグリンドス・カークスティグの角にあるマルエンドープ・ランドジードに住んでいたがアイスブランツは1584年にアルコール依存症で自殺。ヨハンは大学進学しなかった。彼はおそらく実際に自分のスキルを心得ていた。 子供たちについてはほとんど知られていない。自身は2回結婚。最初は、ベアズ・バンスートランド、そして次にキャットリナ・ジャンズとである。ありがとうございます。